まさか山芋が喧嘩の原因だったとは思いもよらなかったよ。だってもやっぴー、先生の好物はずっとキュウリだと信じて疑わなかったのに、まさかの山芋発言で大ショックを受けちゃったんだよ。いいかいもやっぴー、何事も勝手な思い込みは相手に失礼だ。じゃあなんでいつもキュウリ持ってるの？いずれ語るべき時が来たら語ろう。だがそれまではむにゃ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 。先生が、あからさまに口ごもったまあたまには仲良く喧嘩するのも悪くはないな。もやっぴーはいつでも本気だよ。ガチンコ勝負だよ。いつかこの僕を本気にさせてくれると信じているよ、もやっぴー。はっ、このお茶会、本当は修行の場になっていたと。時が来ればわかる。そんな。なんてな。ですよね。歯触りがね。キュウリもシャクシャクだよ。山芋ほどじゃないよ。そうかな。そうだよ。だいたいね、山芋っていうのはね、